ジム、スナイパーカスタムとは、機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーションに登場する、ジムの改修機なんだよね。地球連邦軍初の量産型モビルスーツだったジムは、ジオネの反攻作戦に間に合わせるため、生産性を超を優先した結果、安かろう悪かろうの機体になっちゃったんだよ。参ったねー。もともと集団戦闘を念頭に置かれた設計だったんで、これはこれで良かったんだけど。なんせ、連邦軍はにわかパイロットばかり、1対1のモビルスーツ戦でまともに戦える機体が欲しいって、現場のパイロットから要望が来るのは当然のことだったわけだよね。でもねえ、今更新型のモビルスーツなんて開発できるわけないじゃん。仕方ないんで、ジムをなんやかんやして完成したのが、機体を軽量化して一撃離脱戦法に特化した、戦闘機乗り用の、ジム、ライトアーマーと、総合的に強化改良が施された、ジム、スナイパーカスタムだったのだー。ジム、スナイパーカスタムの特徴は、大水力のバックパックと脚部のスラスターの追加により、高機動戦闘にも対応できる点で、名前の由来にもなった、狙撃用のビームライフルを装備しているタイプが、生産された機体の半数もあったんでスナイパーカスタムって呼ばれてるんだよね。てなわけで、ジムスナイパーのカスタムじゃなくて、ジムのスナイパーカスタムなんで、機体そのものは、強化型のジムなんだよ。ややこしいねー。ちなみに、主力艦隊の護衛機は、ジム、インターセプトタイプとか、ジム、ガードカスタムって呼ばれてたんだよねー。当時は解説書に名前が載ってただけの存在だったんだけど、ちょっと前にゲームに登場したものだよ。だいぶ印象が変わっちゃってたけどねー。武器は、狙撃用のビームライフルや、固定式のボックスタイプのビームサーベルユニットを装備してるんだ。バズーカや、2連ビームガン、折りたたみ式のハンドビームガンも装備できたんだけど、当時は資料が少なかったんで、どんなデザインなのかわからなかったものなんだ。キットの値段は400円。なんというか、いわゆるジム大好き人間が、大量発生するきっかけになったと言われてる、ある意味積み作りなガンプラだよ。当時、誰もが遊んだ旧キットのジムは、ガンプラブームの頃こそもてはやされていたものの、新作のガンプラがどんどん発売されていくにつれ、次第にこれじゃない感じになっていったんだよねー。今が稼ぎ時とばかりに、ガンダム以外のアニメのプラモデルもバンバン発売されるようになると、最初からキット化を念頭に置いてデザインされたロボットに比べ、ジムがやぼったく見えてくるのは当然のことだったわけですよ。そんな中、モビルスーツバリエーションのジムキャノンが発売されたのさ。こいつは当時の傑作キットの一つだったんだけど、いわゆるキャノン付きなんで、スタンダードなジムとは言えない代物だったんだよね。もちろん改造すれば、かっこいいジムにできるんだけど、もっと完成度の高いジムのプラモデルの登場が待たれていたものなのさ。一部でね。そしてとうとう、念願とも言えるジムキットが発売されたわけですよ。それが、ジム、スナイパーカスタムだったのだー。ジムとは思えない強そうな印象のデザインに、ガキンチョは痺れたものなのさ。まあ、バイザーがキャッチャーのマスクみたいでかっこ悪いとか言われてもいたんだけどねー。キットは、すだちでのプロポーションが良好な高キット。ぶっとい脚部が超素敵なんだけど、足首の関節が縦にしか動かないんで、設置性が悪いんだよね。ここは関節を心臓した方が安上がりなんだけど、最近のキットの関節を移植するのが簡単だねー。最近では、バイザーを閉じた状態の作例もよく見かけるようになったものですよ。一応ゼータガンダムにも登場したんだけど、活躍が地味だったせいか、ハイグレード UC でもマスターグレードでもキット化されてないんだよ。以前、ケロロ軍曹で架空のガンプラが出てたんで、前振りかと期待したけど出なかったねー。